ちょっと夜ご飯のの液おにぎりを食べながら見て早速飯てろあツイートまだこれしてないよあ <laughs> とでするねえツイートさちょっと気しせんだけどあのアズミン瀬戸内メモをね配信のあとぐらいにツイートしようと思ってるんだけど今日さそうなんかかっあの買ってた 買ってたもの広島のあるものを買ってて3個ぐらい買ってたんよ同じ種類の同じ種類というか同じシリーズの別の味みたいな感じのを買っててそのこの前ね最近であっこれアズミンセッ瀬戸内メモでみんなに紹介しようって思ってずっと冷蔵庫入れてたの。でそのまままま冷蔵庫入れたまんま 4日ぐらい経ってたのねで今 <laughs> 今日さそれを瀬戸内メモで後であげようと思って冷蔵庫開けたらあの3個買ってたあのやうち2つ食べられてた <laughs> 1個しか残ってなくってびっくりして「え <laughs> ない! <laughs>」と思って食べられてた言う,のいや言うの忘れててこれ。 ーーもだから「いいよ」って言われ食べないでねって言うの確かに忘れてたの忘れてたんだけどやられましたね弟っぽいないや姉か姉か弟か姉弟と,と,とかどっちか <laughs> お母さんと父さん食べへんけんえー、分からんどっちか分からん今おらんくってちょっと問いただすといただ <laughs> 2人とも帰ってきたら <laughs> いいただそうと思います2人っぽいよね2個食べられたと1個ずつ食べてるかわかんない名前書いとけば名前書いとけばよかった,かったまあそうだよね私も言うの忘れてたからよく悪かった安住瀬戸内メモのゼリーあれだよっていうの忘れてたからいただきますお母さんが作ってくれたあ箸持ってくの忘れた 箸持ってくればよかったまあいっか手で手で食べようかなしんいちさん野球ボールありがとうねえあ確かに3人3人分だと思ったのかなそれもあるかもしれんちょうど3個あったから。 うんうん雪おにぎり醤油ですねうんそうそう美味しいセダンか持ってくればいいか うんじ、夜ご飯です。ね、あご飯食べてない？メステロかな。メ <laughs> ステロだよね。でも結構。ああ。うん。こんばんは。 うんあったかくして休んでね風邪ねちょっと花粉症とか風邪ちょっと流行ってるよね最近美味しい確かにメステロ配信めっちゃしてる連続で <laughs> メステロ配信というかなんか食べ食べ配信 連続でめっちゃしてるねなんか今日はお腹が空いてないのであんまりこれだけでなんかあのまあ十分ぐらいのお腹ですあるよねそういう日。 さん桜餅ありがとういやこれはねお母さんが作ってくれたお母さんが作ってくれた焼きおにぎりですおいしい私は三角おにぎりかなリーダーさん初見さんパイナップルありがとう ねめっちゃ食べ食べ配信してる最近焼きおにぎり何個食べれるか配信は <laughs> しませんよ <laughs> しないよそんなの <laughs> 焼きおにぎりってさ結構くるくない普通のおにぎりよりもさお腹いっぱいになっちゃうんだけどすぐに。 ね、マックにくれお,お腹たまるよねそう、夜ご飯今日は今日はこれだけでいいかなって感じですお腹的にうん、うんしいこんばんは 醤油が一番好きかな焼きおにぎりたまにラストた,きますたまに焼肉のタレでも作ってくれるお母さん焼肉のタレも好きだけど一番醤油が好きですね私 こんばんは。<laughs> 焼きおにぎりは作れるよ <laughs>。おま、おにぎり握って焼くだけだから。焼きおにぎりは作れます。こんばんは。作菜心ね。やるやる言うててできてない。作菜心。 了解ですすやります絶対 <laughs> 絶対にやるちょっと練習そうだねせっかくの特技確かに全然披露してないせっかくの特技をえっ焼きおにぎり食べてた焼きおにぎり食べてましたもう食べせん岡田家の食べ食べ,食べ食べがかりです 焼肉のたれもお母さんが作ってくれるうん焼肉のたれのおに焼きおにぎりねあれも美味しいパクパク食べれちゃうマックはおとといかなマックおとといもぐもぐしてましたもぐもぐ配信してたら逆にみんなが晩ご飯何なに食べてるかなと気,なえ気になるうんみんなのご飯事情気になります <laughs> もう食べたのまだたまだかなまだ食べてないかみんなこんばんはおに, <laughs> おにぎり逃げるよおにぎり逃げますよあ弟え 弟の持ってこっここ下にあるんよ何個かで結局その何個か作ったけどそうなんか鉄板の上に夜深夜深夜焼いたんよあれ実は夜からなんかマカロン作り急にスタート始めたから昨日弟がねだから焼,焼きが焼いたのがもうほんと12夜の12時ぐらいでそう弟に もう弟は寝てしまって私起きてる私とお姉ちゃんとお母さんで、ね、マカロンを出したり入れたりし,たしてあげてたんですけどそ,うそのまま鉄板のそっからのそのまま鉄板の上に置いてていいよって言われて置いて,置いてみんな寝たんです。で朝起きてたあの一口食べてみたらなんか形はめっちゃ綺麗だったんだけど。 ガリガリガガリガリしててあのなんかなんでなんだろう鉄板の上に置きすぎたから生地がカリカリってかそう食感がね味,味も美味もしいし見た目も綺麗なんだけどガリガリしててそうで「これはあげられんわ」って言いながら全部岡竹ゆ雪になりました <laughs> もう一回リベンジするそうじゃけどそう「ともさんハートありがとう!」 持ってこようかあるよちょっと,っと持ってくるね じゃ,ん,じゃん。でも綺麗だよね <laughs>。すごくない？しっかりマカロンだよね。ちょっとここのそうそうそうここがちょっとなんかたまにボコっとしてるぐらいででも綺麗。 形綺麗だよねすごい中もこれも作ったんだってあのー、生チョコそうこ,こんばんはあごめん今日はちょっと早めに始めちゃった配信夕方トモさんラブレターありがとうこんばんは ね、雪だるまに比べたら <laughs> そうだよね私の雪だるまに比べたら全然綺麗い私なら全然成功って言ってでも確かに家族で食べ,食べるなら全然大丈夫だけど人にあげるってなるとあーってなるかも難しい <laughs> 人にあげるってなるとねそう弟は人にあげようと思って作ってたから。 マカロンマカロンそう弟が作ったでも味は全然美味しいうんうんでも美味しいよね成功してると思うけど <laughs> 成功してると思うけど。 よやくんハートありがとうこんばんはそうなんかねクッキーまでは硬くないんだけどなんかたまにたまにちょっとガリミガリミを感じるみたいな感じ <laughs> ガリミガリガリっとした感触う,うん 感じかなうんもう一回リベンジするらしいお菓子買ってくれるの <laughs> <laughs> お菓子欲しいお菓子大好きよね私そうリオさん桜の花びらありがとううーん確かにマカロン思うとうんあれだけどでも全然成功だよね私だったら喜もう飛んで跳ね,跳ねるぐらい喜んじゃうけどねこれは。 中も生チョコがめっちゃ美味しいうん水分が飛んだうんなんかそんな感じ水分が飛んじゃったみたいな感じですこんばんはあずみん <laughs> あずみんはもうお菓子の才能はないんです <laughs> 認める <laughs> お菓子作りの才能はないかもしれなうん。 ね極めるつもりかなかもしれんもう一回美味しいそう食べ,食べる専門 <laughs> 食べる専門 <laughs> ですねお菓子よりも普通の料理の方が作れるうん野菜炒めるとかとか切るとか チャーハンとかそっちの方がつがまだ全然作れる台湾上ンさんかっこいいありがとうこんばんはでもマカロン作りはマカロン作りは、まあ、1年に1回にしとこうかな <laughs>。 一年に一回挑戦にしようかな。なんかこれ頻繁に挑戦できるのはマカロン作り結構大変だから。うんふん。美味しかった。そう消費かたり。<laughs> 食べ食べがかりそうそう食べ食べがかりです丘だけの分量とか焼き時間とかめっちゃ厳密とかったら確かにそうだよねお菓子ね量ったりそこだよね一回やったことあるもんなんか中学校ぐらいの時に中学校ぐらいの時にお菓子 お菓子作りはしたいってなんか急に思い立った時があってなんかレシピ本みたいなの買ったんよお母さん頼んで「お菓子作りするからこれ買って」って言ってレシピ本買ってもらっていざお菓子作るぞってなって初めになんかねスフレみたいななんかふわふわしたパウンドケーキみたいなのを一発目作ったんだけどそのレシピ見ながらそうでも,でも昔かからなんか あ熊パパさんさありがとうこうなんかこか横着にしてしまう癖がね <laughs> あったから本当は卵を卵黄と卵白分けて卵黄だけ混ぜて卵白でメレンゲ作ってなんかこうそれそれぞれ分けて混ぜてそれを一緒にするっていうレシピだったんだけど。 卵を混ぜるってだけ認識して <laughs> 卵白と卵黄を分けずにそのまま卵カチャ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 ってやってやってそうめっちゃ大失敗したことはある <laughs> そうなんかだけああむてないなと思いましたその時に <laughs> そうなんかたま何な,なんかねあれ何な,なんじゃん先読み工程 あ先読みなんか <laughs> 卵あ材料に卵があって ABAA のところに卵をなんとかかんとかって書いてあって A のものをボウルに入れて混ぜるって感じで書いてあったんですよレシピに。あ A のものをレシピに入れて混ぜるんだと思って混ぜたらその次のその次の工程のところになんか卵は。 その混ぜる中でもこういう工程を踏んでくださいねみたいな説明があってその卵は卵白と卵,卵黄で分けて、まあ、かき混ぜておくみたいな <laughs> で一緒に入れとくみたいな感じの,あの説明があったんだけどそ,そこまでまだ読んでなくって <laughs> そこまでまだ読みついてない前段階で「あ混ぜる」って書いてある「よし全部混ぜよう」ってやっちゃったみたいな <laughs> そういう感じ <laughs>。 そううう、まあ、おぼちゃくどうなんどなだろうねあ向いてないと思うだから本当に向いてないのそうだから何もふわ本当はふわふわしたパウンドケーキみたいなのができる予定だったけどそう卵白でメレンゲとかも作ってないからもうふわふわともしないパウンドケーキができました <laughs> カチコチの <laughs> なんか固めなパウンドケーキができてそう めっちゃ苦手レシピだからお菓子作りは料理はさそんなにないじゃんそんなあの工程が難しい工程ってそんなになくないですか料理作るのものによってはあるけどさチャーハンとかなんかみそ汁とかそういうねご飯系ってあんまりないから。 作れる。そう、くらまなかった。組み立て家具とかも最後まではまずに、ね、先組み立て始めてわからんか。あ、<laughs> えー、すごい。<laughs> そうそう。え、これさ、実はさ、これあるじゃん、これ。これ組み立て家具なんですよ、ニトリで買った。実はね、これ。 ニトリの組み立て家具で私あの買った日に部屋で組み立てたんだけどそうなんか感覚でさなんとなくさ分かるじゃんあこれはここにきて形がさ自分の中で頭にあるからさなんかこう見てみ見たんだよあの作り方みたいなの見たんだけどなんかんとなく分かったから組み立て方がなんとなく分かったから見ながらだけど なんかもう自分ののを信じててやってたのそ,そしたら途中の工程でちょっとミスってしまってそう一人で頑張ってたけど父お父さん呼んで「助けて! <laughs>」って言ってで一回全部解体するはめになりました <laughs> そうえ見てるんだけどね説明書分からん,なんかそう解体して作り直したうん。 えすごい見てたその現場そ <laughs> れぐらい <laughs> あなんで当てれるのこんばんは莉オさんかわいいありがとうゲズもさん桜の花びらありがとう女子力えー、どうだろう研究生うん ノーピとか結構ああるるイメージあるよ女子力うんそうだね一通り読む読むんだけど読んでるん <laughs> 読んでるんだけどね <laughs> 一通り読むことを大切にしようそう あ読解力はでもうんないかもえでも国語得意なんよ私国語一番好き得意だった国語が国語国語国語得意ないの部品並べて1から下ですね部品を並べんかもうん組み立てながら部品探すタイプです 冬物さん桜の花びらありがとうこんばんはおかえりなさいそう自分でニトリ多いよね組み立て家具うん組み立てましたこれは頑張って頑張って組み立てた電化製品の説明書は読んだことない <laughs> 読んだことないです説明書説明書読まん読まん読んだことないわ はんで使っちゃう。<laughs> あ、お休みいいね。ゆっくりできた。そうえー、だつ、一番だつかもしれん。<laughs> <coughs> 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 むせた。 ゃトリミングはねメルあの美容院行ってるよそう「ここは読もうともかく読めるな説明書レシピ読めよより頭の中で勝手にイメージしちゃうあなるほどね確かに勘でいけそうだもんねなんか説明書とかレシピって話聞いてくれたて早りして <laughs> してないよ話かに聞いてるよ話はちゃんとちゃんと聞いてますよ こんばんは。うん。でも、父さんいてくれてよかった、本当に <laughs>。あと、ネジを締める力もなくって。自分でネジ締めるタイプで。そう。 腕の力もなかったえ向いてないあの組み立て家具は私向いてない <laughs> 組み立て家具はね向,向いてないかもしれなかったそうネジも回せうまくませなくって頑張って頑張った結果買いたいっていう悲しい悲しい思い出があります <laughs> あずみはサックス受けるよ うんねノーピーがボーリン弾いてるらしいね。つよさんバラありがとうこんばんは。ねそういじって覚えたりなんかなんとなくわかるくない家具ってなんかめっちゃ見たことない家具なら見るよ。 説明書 <laughs> めっちゃ見たことない曲なら説明書というか使い方が本当にわからんかったらどうやって使うんだろうは見るけどうんでも大体そう使ったことあるものはなんか噛んでやってしまう。 聞き流さ。聞き流さない。聞き流さないよ、ちゃんと聞きますよ、みんなのお話 <laughs>。聞き流さ、もう耳、頭の中に、ない。あの、埋め込みます、みんなの話 <laughs>。お話し<か>。<laughs> こんばんは。あ、ありがとう、久しぶりに、嬉しい。ありがとう。確かに、電動ドれば 組み立て式のベッドとか構わないかうん組み立て式のベッド買ったら終わりです <laughs> 終わっちゃうそうなんとなくいける。 ねえネジ回してよってあの時言いそうだよね <laughs> ねえ固いうーん硬いねえネジ回してよああなたの心のネジも回してよっか <laughs> あざみんフ うまいうまい <laughs> 心のねじあさみお疲れ様です あでも覚えてるよなんかね印象で覚えてるそうあこの人はそうこの前話したのであこの人は何々の人だって <laughs> そうこの前,話前に話したこと,とを印象つけて覚えてます。 イケアね私イケア行ったことないんよイケアイケア行ったことないんですよ行ってみたいイケアあざみん <laughs> ネタがうまいのだろうかって <laughs> <laughs> こんばんはお疲れ様です <laughs> そう印象印象 ねえあ私そんな話聞いてないキャラじゃないですから聞いてるよ聞いてますよ人と話す時は聞いてる聞いて,聞いてるよただそういうなんかねなんか難しい話を難しい話を聞くとポーっとしちゃうだけ。 頭の中入ってますから。みんなの話。<laughs> こんばんは。<laughs> ね。信じてよ。聞いてる。聞いてますよ。ちょっと聞いてるし。頭に。頭に残ってるから。こんばんは。 <laughs> 聞いてるフリじゃない <laughs> 印象えでも印象濃いよもう結構私の頭の中にもあのインプットされてますうん結構覚えてるよこんばんは聞いてるフリじゃない <laughs> 言えば言うほど <laughs> 聞いてますよちゃんと <laughs> こんなにむっちゃそうこんばんはみんなのことインプットしてるよちゃんとインプット <laughs> あずの音 <laughs> アズノートもでもアズノートも書いてる書いてるこんばんはねなんで覚えられないよね <laughs> 覚えさせてよ覚えさせてよって言う前に覚えさせてよおぼもう覚えてますよ覚えられないようにって言うけどもう覚えてる私はもう覚えてますから こんばんはもう逃げられないもう逃げられないよみんな <laughs> もう逃げられません私の脳みそに一度入るともう逃げられませんみんな足が絡んで走っても走っても足がもつれて逃げられない キャラ。やめて。確定しないで、キャラ、確定。キャラ、薄くないでしょ激恋だよ。激、激恋。恋恋。恋すぎるぐらい。こんばんは。25日が出勤ですが、大丈夫ですか <laughs> 大丈夫、大丈夫。もうめちゃめちゃインプットします。<laughs> めちゃめちゃインプットする。 書書いてること書いててるどっか行ってわからなくなりがち <laughs> アズノートいやそれは大事に保管してるみんなの名前がいっぱい書いてあるからアズノート <laughs> ちょっとで、ね、情報が漏れ漏れちゃいけないので <laughs> 大事に保管してますよ <laughs> こんばんは。

こんばんばはステルス機能を生きているはず <laughs> <二回笑>じゃあこれから回数を重ねて <laughs> 逃げれなくさせさせちゃおうかな <laughs> こんばんは。 えー、声聞いただけでどうなんだろういや分かる <laughs> 分かんないやってみたいね声聞いてあのみんなの声当てるゲームみたいなのみんなの声当てるゲームみたいなのやってみたいね楽しそうえ本ほんとほんと覚えてるのは覚えてる 覚えてるな本当に覚えてるようん結構覚えてますよ覚えてます覚えてます覚えて <laughs> あっ最え今日からか本当だ話ししとこう再販のこと ね面白そうだよね楽しそうクルクヘン扱い大変広島幸さんは不思議な人でインプットする <laughs> わかりましたじゃあ不思議な人でインプットします不思議な人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 ,議な人オッケーインプット完了 こっちフレーズ後のコールの声だけでまるさん来てるとかああそういうこと <laughs> えー、でもそんぐらいになりたいうんあずみんに対して「だるださーん!」って返せるよね <laughs> 返せるぐらい返せるぐらいになりたいなみんなの声だけでみんなの吐息で「あ今だるださん来てる」ってわかるぐらいになりたいな <laughs> みんなの吐息 <laughs> みんなの吐息で分かるぐらいまでみんなのこと知りたいですよしじゃあお話し会のお話をしようかな再販が始まったのできよぽんさんえー、っと「桜町ありがとう!」。 そうはあって大金。で <laughs> <laughs> 分かった戻ってきた Bluetooth… うん車だごめん今お母さん帰ってきた車の Bluetooth 拾っちゃった直った OK ただいま変な音した直ったよか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 ったごめんね車の Bluetooth と繋がっちまったそうもう あのだいぶあの慣れた慣れたというか対応そう車ととの Bluetooth とな繋がった時の対処法も熟知しましたではお話し会の再販ですじゃん4月2日日曜日3月3時間目という時間目の春のデートコーデの日この日4月2日ですと。 4月15日土曜日3時間目と4時間目の取り調べチェックの日 <laughs> 手錠かけちゃう <laughs> の日ですで4月16日日曜日3時間目と4時間目ピクニックデート服の日です結構なんか私可愛い感じの服装が多いんだけどこの日はちょっとカジュアルな服装にしてみようかなとかって思ったりしてますねそれも楽しみにしててください で4月30日日曜日3時間目と4時間目は私からたくさん質問をすする日ですこの日は結構初見さんおすすめな日で初見さんおすすめな日なのでなんかこう私からたくさんもう質問しまくるのでうんうんいっぱい教えてください。カツ丼ん参さんあカツ丼ど参ぜさん是非ツ丼か参さんもううしいです。<laughs> 持参してください。 待ってますで、5月4日木曜日3時間目という時間目はおっとっと,っと投げキッスをしちゃう日です<中>投げキッスをしちゃう日で、5月27日土曜日3時間目という時間目はじゃんけんをする日ですじゃんけんぽんで、じゃんけんをして負けた方が好きっていうなんかそういうそういうのがあります <laughs> そういうのします <laughs> 負けた方が好き だからみんなが負けたらみんなが私に好きで私が負けたら私がみんなに好きっていう日ですねゲームをゲームができるよって日ですで5月28日日曜日の3時間目と4時間目は花柄ワンピースの日です花柄のワンピースを着ちゃう着ちゃいますで6月11日,日曜日3時間目と4時間目は個別結婚しての日です個別結婚して 配信でよくやってる。あの結婚して。行列結婚してを個別でやっちゃいます。個別なので、あのじゃあ濃厚バージョンで <laughs>。濃いめバージョンでしようかな？個別だから7月17日月曜日3時間目と4時間目は夏の清楚系ブラウスの日です。結構爽やかな感じの服を着る予定。 で、九枚目シングル、ラストの、オンラインお話し会になるので。七月十七日、あと、感謝枠もこの日は、ありますね。感謝枠もあります。そして、直接お話し会、は、五月十三日の土曜日。おと、二時間目と三時間目の、福山ビッグローズ、で。 ありますこれはリアルお話し会ですで6月の24日土曜日5時間目と6時間目インテックス大阪でありますこの日は浴衣を着ます浴衣を着ますで、私のプロフィール欄からあのお話し会のねホームページに止めますのでよかったらちょっとでも気になった方はよかったらお待ちしておりますお話ししましょうね一緒に <laughs> メル君結婚してありがとう 今日はせん <laughs> 今日はしませんお話し会でいっぱいするから今日はしない <laughs> まえちゃん桜餅ありがとうでいっぱいなんかテーマがねテーマ考えていっぱいあるんだけどテーマに沿ったことでもいいしなんか雑談全然雑談みたいなのでもいいしそう何でも何でも んんででも大歓迎ですうん、うん、み,んみんなとお話できたらもう嬉しいマンボウって感じ <laughs> 嬉しいマンボウって感じですねねえ浴衣楽しみだね浴衣ちょうどほんと1年ぶりかですね広島での あのリアルお話し会の時ぶりこんばんは待ってるリアルもオンラインお話し会も待ってますお待ちしてますあおすすめ日だけ出しとこうかなおすすめ日は今回の再販ここがラストになるのでラストの春のデートコーデフックの日と4月2日 の。日と。この。四月三十日の私からたくさん質問をする日。この日。おすすめです。二日。にこにって。四月三十日と四月二日が。おすすめですね。特におすすめです。お待ちしてます。お待ちしてます。 いっぱい話しましょう <laughs> まえちゃん桜のお花びらありがとう大阪へスティー祭りないんよそうそうそうないんですよ大阪だけないのかなって感じだよね大阪はねなかったねなんでないんだろうねあったらよかったのに 4月の始めえ買えない4月2日4月15日からこんばんはあとから追加プランで待ったしねえあったらね全部あったらあ十15日からあら嘘間違えてたじゃ二2日もあると思ってたじゃあ15日からだ4月2日は受付が終わっちゃってるんだそっか4月15日からですねじゃあ。 15日からありがとう大阪に手がとか追加されたりねえ確かに一番最後だからね追加とかあったらいいけどあったらいいなですねどうなんやろうかそうだね取り調べ取り調べおすすめですよ <laughs> 取り調べおすすめですよ <laughs> でも取り調べ取り調べねそんな怖くないよ <laughs> そんな怖くないですよ。冬物さんハートありがとう。怖くないよ。<laughs> ボーリングイワンチャンかけたせいで二十日日で捨てまり。あ、そうなの？そうなんだ。 ボーリングが楽しみだねボーリングが楽しみすぎるえ、ドレス姿のアクスタも？え、嬉しい嬉しい <laughs> いっぱい作ってくれてるありがとうこんばんは そ <laughs> そう愛うんだっていい子にしてるって日だから愛の取り調べチェックの日だからそう「<laughs> いい子にしてる?」って聞くだけ <laughs> 怖くないよ 手錠,と手錠なんかね景観コスプレとかできたらねいいんだけどできたらねよりあれだよね雰囲気が楽しいしねコスプレお待ちしてますお待ちしてますお話会待ってるね <laughs> ありがとうございました よしじゃあそろそろ誕生読もうかな今日はねえドンキでドンキで確かにドンキドンキ結構いろいろ売ってるもんね私はドンキでアフロを買いたいずっと思ってるドンキでアフロを買いたいんだよね100均ないんだよ100均で見に行ったんだけど100均なかったんだよねアフロが。 13位ナポリンさんありがとう12位リモさんありがとう11位これわせ戸内の太陽さんありがとう10位昼休みさんありがとう9位リオさんありがとう8位トーくんありがとう7位クマネパパさんありがとうあっ変わっちゃった待ってもう一回読むね13位冬物さんありがとう12位これわせ戸内の太陽さんありがとう11位サクッと軽くておいしいよさんありがとう 休みさんありがとう9デりおさんありがとう8位熊まパパさんありがとう7位鈴鹿さんありがとう6位ぬっしーさんありがとう5位かき37さんありがとう4位トーくんありがとう3いゆうさんありがとう2いつのさんありがとうそして1位はドゥルルルルルパンともさんありがとう ありがとうございました。ありがとね。 できた。じゃーん。ありがとうございました。ありがとう。<laughs> ありがとね。 ございました。じゃあ。またあ、今日で平日もラストだから。金曜日お疲れ様でした。また明日もね。一日頑張っていきましょう。お休みの方はゆっくりしてね。バイバイ。おやすみなさい。また。おつみんです。ありがとうございました。ありがとう。 じゃあねねあずみで終わります。せーのって言ったら、ねねあずみって言ってください。行きます。せーの。なーにー。あ、明日は配信お休みで、あさってします。あさってをする。明日は配信お休みです。ありがとう。バイバーイ。おやすみなさーい。